端くれ見てくれ僕しょくる、どうもラッキーです。それでは今回でおそらく最終回になるであろうホラーゲームアラヤをプレイしていきたいと思います。廃病院を舞台に行方不明になったね親友を探しに来たヒロインマリサ、そしてね娘を亡くした父親ラマ、ギャンブルに負けた代償としてその病院にねいる霊をお祓いに来たデブ、ブーン、この3人を中心とした物語です。そしてまたねこのタイトルにあるアラヤという女の子もまた重要となっております。それでは続きからやっていきましょう。コンティニュー最終章とくとご覧ください。前回ねすごいなんか分岐っぽいところがあったんですけど、なんか殺人鬼がいてそいつをね殺すか生かすか選ぶ選択肢があったんですけど殺しちゃったんですよね。それでどう変わっちゃうのか、殺しちゃいけなかったのか。ハロー誰かいますかって言ってますね。おそらくはいはい A ポイント、ここでも寒そう、下ちょっと凍ってるよ。うわまたまだ聞こえる。あーちょっといきなりいきなりいきなりちょいきなりすぎね。あんなでっかくなっちゃってんの？幻覚なのかな？それともあまりにも恨みとか憎しみ悔いとかが残って肥大化しちゃったとかそんな感じ？こいつもちゃんと投げ出さないでやってるの偉いな。相当な額の借金なんだろうな。ギャンブルですってねここに来させられたんですよね。ん？なんだ？レスモー、もう何なのこのめんどくさい置き方。これは？あ、ここ飛び越えて、まあ俺だったらジャンプしないな。しかもそこ、この一番飛びづらそうな場所から飛ぶの？開かない。ここも開かない。開かない。ここなんか開きそうな。なんかまたあるよ。ほら。ここでまたお祓いしないといけないのかな。何これ。身を取って。ミイラも。あ、またこの中に紙を入れろってやつね。ここに文がタイ語で書かれてます。なんちゃらファック、とにかくなんか怒ってるってことですね。で紙を取って、これでまだ足りない。ここ入れるかな。うわーもう何これ、お札ポスター、あ、噛み合った。うわー、ちょっと、なにこれ、もう。盛りすぎだって、ちょっと、通れなくね。通れる。なにこれ、もう。もう閉めちゃう、閉めれない、もう。臭いって。ミイラ多すぎて臭いって。なに、うぅ。で、噛みよ。すごい騒がしいんですけど、何なんでこんな笑ってんの、パーティーでもやってんの。う
夜は墓場で運動会かい？なに？なに？わあ、また来た！また来た！でっかいの来た！早く！逃げて！あのでっかいのはどうにもできる。ゴミ袋。走って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 。どっち？どっち？こっちこっちだよね。こっちだよね。うわちゃちゃちゃ！これもう。うわ通れねえじゃんこれ。通れないじゃん。どうすんのこれ。こっちか。ああ行ける。よしよしよし。こっちも。今も来てないよね。うわうわうわもう。来た。もうこれ怖い。来る来る来る。よし外出る、やっと出れる。よかった、ブーン、よかったじゃんこれ。こっち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 、見てこっちだろ、明るいし。誰か誰か誰かいませんか。ブーン。最後かな。おい、How dare you screw up my business? 誰こいつ、ボス。None of you leave this place. え、燃えてる。まずいじゃん、閉まっちゃってるよ。何この唐突な展開は。このホラーの、ええちょっとラマラマ、このおっちゃんも龍が如くのおっちゃんも、もう出よう。ホラーの定番の舞台が炎上して終わるっていう、これどうなのストーリー。あれなんか来たし、なんか来たし、取ってつけたように、はいかかかかかか、足遅いんだけど、足怪我してんのこいつ。Get away. ちょっと、あらや、なんなのあんたは。もう呼んどいて、見ちゃってるかよこれ。で、こんなに一気に燃えるもんなの病院って。 They all left me behind. 木造じゃないでしょ、I have no one. コンビートでしょ。燃えねえだろ。うわー、ガス落ちだわ。こっち来いて、アップ。結構でも遅いな、アライアね。うわ、髪すぐブルン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 回してる。道のり長い。
神？あ、救われたんだ。どういうこと？ラマが命を懸けて助けてくれたってこと？え、終わりですかこれ？やっぱり前回入れ墨男を殺しちゃったせいでアラヤをお祓いできなくてバッドエンド。でも一応ヒロインは生きてたから、まあ、バッドエンドではないですけど、さあ釈然としないね。エンディング、ホラー映画で一番悪いパターンと言ってもいいぐらいの、なんとも言えない、ラマはどうなったの、ブーンはどうなったのっていうね、ちょっと終わり方でした。いやー、まあ難しい。そうですね、おそらくチャプター8で入れ墨男を殺したせいでこんな感じのエンディング、殺してなかったらどうなってたんだろう。さあそれはそちらの方もご覧ください。さあここまでは一緒、全身入れ墨男を生かした場合はどうなるのか、全く同じってことはないよね、せっかくやり直したのに。でアラヤが目の前に出てくる。え、全く一緒なんだけど。おお違う、おっちゃんになってる、入れ墨おっちゃん、悪いやつじゃなかったんだな。あ、違う、ここも、え、彼氏をソーンを落として自分も自殺。え、そしてラマが見つけて、でボスが発見。で携帯をラマが拾って、でこの入れ墨マンが、あ、こっからは一緒だね。え、アラヤだけ助かったのは。病院は全焼。あんなちょっとした、あ、ラマ生きてる。あいつの入れ墨も生きてる。おお、ブーン。身長低っ。結局アラヤは救われない。え、どうなんの。え、笑ってるけど、え、何、あ、あ、救われたのかアラヤ、魂が浄化されて。あー、よかった。やっぱり、あの入れ墨男を殺しちゃいけなかったんだね。いや、よかったー。最後、アラヤが。いやー、まあ、ストーリーは、ちょっとわからない部分ありましたけど、とりあえず、入れ墨の男は、この病院でね、アラヤの霊を、腹をちゃんとね、対処しようとしてたんですね。で最後無事あのナイフを刺すことによって、アラヤの悪い魂は抜けて、無事ね、天国というのかね、極楽浄土、まあなんて言っていいのか分かんないですけど、いいとこに行けたってことですね。無事解放されたってことです。いやー、まあ一つ言えるのは、ソーン、あの彼氏ね、あいつがクソだったってことですね。あいつが妊娠させて、それで最終的にもこういう感じになっちゃったってことですね。それでは
こういってまたホラーゲームやっていきたいと思います。また見てください。バイビー。